こんにちは、ハヤトマンです。それでは今日もフィギュアレビューをしていきましょう。本日紹介するフィギュアはこちら、2004年3月発売、前回の旬から1ヶ月後の発売ですね。商品名がセイントセイヤセイントクロスマイスフェニックス1機、メーカーはバンダイ、商品ジャンルハイターゲットトイ、当時の定価ですが3600円プラス消費税でございました。それでは今日もこのフェニックスのこのオブジェ形態から一気にクロスを装着させていきたいと思います。はい、では早速このクロスですね、分解していきましょう。サングラスと帽子とヘビーバンジョー、みんなで一緒に騒ぎましょう。飲み始めたら止まれない、夜が明けるまで終われない。分解し終わりました。なんかこれ難しかったですね。いろいろこの本当にこれでいいのかなとかいうのがいっぱいありましたね。ずいぶん前に組んだんで覚えてないんですよね。はい、ではこの分解したクロスをこの一気につけていきたいと思います。一機を組み立ててますので、一機の声優さんの話でございますが、一機の声優さんは堀秀幸さんという方ですね。2020年現在ですね、66歳だそうですね。今でも現役の声優さんでございます。一機がね、僕の中では一番痛いやつだったというか、そういうイメージですね。何バカなっていうの、そう、あのセリフ、ひたすらそのセリフ吐いてた感じですね。バカな、こんなことが起こるとはみたいなね。ちなみにその一期の声優さん、この堀秀幸さんなんですけども、代表的な作品はということなんですが、ウォーズマン、筋肉マンのね、ウォーズマンの声優だった人ですね。ウォーズマンかっこよかったっすよね。僕筋肉マンの中でウォーズマンとバファローマンがとても好きなんですけども、まあ筋肉マンも当然好きなんですけどね、特にねウォーズマンはねかっこよかったっすね。割り箸をね指にはめてからベアクローってからやってましたよ、幼稚園生ぐらいの時ね。あとはですね、ドラゴンクエスト大の大冒険でフィュンケルの声やってますね。フィュンケルはかっこいいな。他にはですね、あ、そうそうそう、ドラゴンボールも出てますね。ドラゴンボールなんとね、ギニュー隊長ですよ。ギニュー隊長の声が一期の声優さんですね。一期これ顔よくできてますよね。この、わかりますこの、この傷、額の傷ね、デスクイン刀でねつけられた傷だったんだじゃなかったかなと思いますね。こんなところまで、この傷まで再現してると、これよく見えないな。前髪取れないかな。あ、取れた。これ取れないかな。取れないね。これが接着されてますね。ダメだ。じゃあもう後からね。来ました。いやちょっと手こずりましたけどね。一気はね痛いキャラなんですけど、かっこいいというか強かったですよね、とてもね。いい顔してますね。一気は本当にチートキャラっていうか、こいつのクロスだけ勝手に復活しますからね。クロスが死んでも不死鳥のごとく蘇ったとか言うてね、何それインチキだろお前みたいな。いいね、やっぱ一気もかっこいいな。全部かっこいいな、このシリーズというか、セイントセイヤ自体がね、最高ですね。セイントセイヤ最高、素晴らしい、ね、これちょっと骨、鶏ガラみたいになってますけどね。この羽つけられるんじゃなかったかなと思ってやってみたんですけど、ダメでしたね。はい、台座に乗せてみました。フェニックス、キラキラしてますね。クロスメッキというか、おーかっこいいな。一気
といえばアニメで一度ねゴールドクロスつけましたよ。このクロスですよね。このゴールドクロスをめぐってセイヤたちというかブロンズセイントたちがみんなで戦わされると、死者ものように。で途中で一機が入ってきてこれ全部奪い取って、まあ、逃げていくというか、それでセイヤたちが追いかけるっていうそういうストーリーだったんですけども、全部揃った時にね一機がこのクロス一回つけるんですよ。全部つけてみて、だけどクロスに拒否されるっていうそういうシーンがありましたね。ただあのゴールドクロスってもうめちゃくちゃかっこよかったですね。これ相当かっこいいなと思いましたもんね。まあこれねまた今度はレビューしますよ。はい、ではいよいよですね、セイヤたち残りの4人もここに並べていきたいと思います。こんな感じですよ。っていうかもうカラフルですよね。なんかレンジャー戦隊ものみたいですね。みんなかっこいいな。今日はね一機をレビューしてるんで一機真ん中にしてますけど、ちょっとねやっぱセイントセイヤといえばセイヤが主人公ではありますんでね、僕好みにちょっと並べ替えてみますね。これですね、完璧ですね。いやーかっこいいな。やっぱりマニュアルですけども、ブロンズセイント五戦士集結、まさしく集結いたしました。あーかっこいいな。ではポージングをしていきましょう。こんな感じですかね。宝玉天章、口開いててほしいなこれ。やっぱりね一番最初のフィギュアなんで顔の付け替えパーツとかないんでね、クロスも少ないし物足りなさは感じますけどね、まあもうしょうがないですねこれはね。本当にね一騎ってチートキャラっていうか、元王魔王剣、違う法王幻魔剣、精神を破壊するっていうあの技があったじゃないですか。あれインチキですよね。相手も精神破壊するとか、まあ精神破壊するというか、この作品自体なんか五感がひたすら失われますよね。ただ当時小学生だった僕は五感って何なのかっていうのをセイントセイヤで学びましたね。視覚とか聴覚とか嗅覚とかね、でどん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 失われていくと、この作品ではで何もできない状態になるみたいなね。で第6巻そして第7巻セブンセンシズってのがあるっていうね、なんやそれっていう衝撃の連続でしたけどねこの作品は。しかし一期ってこれで15歳は相当老けてますよね。圧倒的に年上と思ってたな。今でも年上と思ってますからね。さすがにそれは言い過ぎか。かっこいいですね。フェニックス一期と、いつもピンチの時に現れてきてね、美味しいところ持っていくんですよねこのキザ野郎が。かっこいいじゃないか。ではこの一期のクロスなんですけども、こちらもアニメ版というか初期クロス、僕らが慣れ親しんだあのクロス出ております。それがですねこちらでございます。いいですねこのヘルメット型。やっぱり僕らはヘルメット型が馴染みがね、まあ何回も同じこと言ってますけども、このヘルメット型が僕らにはしっくりくるというか、これのアニメを見て育ってますからね。色がいいですね、赤くてね、なんか全然違うなっていうイメージですよね。フェニックス一期初期ブロンズクロスというものですね。はい、ちょっと中を開けてみま、これね倒れる前にね横に寄せて中開けてみましょうか。赤い、もうフェニックスのこの尻尾の色見えますかね。これいい色ですね、金色と赤で。あ、見てください、宝玉転生した時の顔が入ってますよ。顔見えるかな。あ、ちょっと微妙だな。これ見えます、これうっすら口開けてる一気の顔がありますね。これを付け替えて宝玉転生ってやるわけですよね。いやいや素晴らしい。はい、裏見てみましょう。いいですね、一気かっこいいな、かっこいいな、この立ち方かっこいいな。これオブジェ形態ですね。そしておお、このマスクかぶってるやつありますね、アイマスク、とてもいいですね。宝玉転生ってやってますよ、かっこいいですね。死に損ないの貴様、どうですか15歳がこのセリフ言ったら。ここに書いてます、死に損ないの貴様らごとき、鳳凰の羽ばたき一つで消し飛ぶわ、宝玉転生。はあ、痛い。でもね好きですよ、君はかっこいい。はい、このオブジェ形態とねクロス装着形態、どちらも飾っていきたいというふうに思います。そしてセイヤたちとね並べて、あーアニメ版をずらって並べるの最高、楽しみですね。はい、では本日はセイントクロスマイズフェニックス一期をレビューしました。次回はですねレオのアイオリア、ただセイントセイヤシリーズはレオのアイオリアをやるんですけども、次はですねドラゴンボールのフィギュアをレビューしていきたいと思いますので、ドラゴンボールのフィギュアが3つぐらいかな、3つぐらいレビューした後、次は仮面ライダーとかウルトラマンとか、まあ、いろんなフィギュアがありますんで、それをレビューしていって、そしてまた
セイントセイヤに戻ってきてっていうサイクルでやっていけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。それでは今日も最後まで見ていただきましてありがとうございます。全てと思いたくない。